Yeah, Lenny and gentlemen, she stadium represent Nanjos Rice 48 boss. これが DR クソ学習 Motherfucker NRE パミカス This is a gangsta みたい未来想像してみるが1年後2年後今も一緒泣くな泣きたいのはわかるが泣きたいのは俺の方だってそうだろいつも見る理由があいつに抱かれるぐらいならこの話やめとこう首まで入れたタトゥー問題ない他になくても後悔は NO 早く二十歳になりたいとか言ったクソガキが気づきゃ20代リスペクトなしで頭下げるなんざ晒し首と何も変わらないプライドないならやめた方がいい右腕マイクのタトゥーしょうもないついていくって決めたならこいつが裏切るまで俺も裏切らない強い絆っていうよりダチや恋人じゃない俺ら気づきゃファミリー同じ立ち位置ライブじゃ見ない意地るだけかマジかクソで別れ俺ら変われるいつまでもクソガキのまんまでいれるやつが残れる今でも変わらず熱く語れる仲間が本気で誇れる見たい未来想像してみるが3年後4年後今も一緒戻りたいのに戻れないカッコつけてあの場所に一人行ってみるあとは任してる殴られてもいいカッコつけてボロクソ殴られる俺らカラスのまんまでいられるならあの場所に行けばまだ間に合うクソな大人に負けてたまらずクソな社会に負けて働くわがままに生きたい俺周りが変わるならその分生きがるぜ団地学校頂点までもが変わってくさらってくでもしっかりと覚えて景色が変わろうとも俺は忘れない見たい未来想像してみるが5年後6年後今も一緒変わりたいのにどこかで甘えてる自分に女は嫌気さしてるでも任せろ俺が守ってやるなんてかっこいいことは言えないでもお前がついてくるなら二人で歩こう見えない未来やるのも覚悟やめるも覚悟どっちにしろ止まってちゃヘナチョコ満足してちゃそれでおしまいお前は本当にそれで悔いはないいずれガキができてこんなちっこい武勇伝話せるわけがないカスはカスなりに前へ進めお前でしか味わえない未来